万博誘致は維新の責任ではない。万博というのは国の行事、国のイベントなので、大阪の責任とかそういうことではなしに、国を挙げてやっている、維新のせいじゃないみたいなことを言ってるんですよ。そもそもこれ万博決まった時にジジイどもが狂気乱舞してるんですけど、誰も責任を取らないのかこの人たちはってことですね。もう一人犯人がいるんですよ。この人です、橋本徹さん。カジノを運営するのに夢島以上の敵地はないということで、この夢島に万博を持っていくということを、カジノと IR と抱き合わせにして、夢島だってご利用したのが、つまり橋本徹さんと松井当時知事というわけですよね。大阪のというか維新の責任であるということは明らかだということを申し上げたいと思います。大阪の維新政治の嘘を暴くっていうのが私のライフワークでもあるんですね。で、今回、話題になっておりますこのファクトチェックを、話題になっている件についてファクトチェックを、作ってきました。万博誘致は維新の責任ではない、これ本当なのかと。これ皆さんご存知ですか、この人、維新の馬場さんって言うんですけど、維新の馬場さんが最近こんなことを言い出してるんですよね。万博でパビリオンの建設遅れをめぐって大阪の責任ではないなんて言い出したと。万博というのは国の行事、国のイベントなので、大阪の責任とかそういうことではなしに、国を挙げてやっている、維新のせいじゃないみたいなことを言ってるんですよ。でも馬場さんね、こんなこと最初言ってたんですよ。いわゆる万博を大阪に誘致すべきではありませんかって思いっきり国会で言ってたんです。で、安倍首相は現在大阪府が2025年の万博の誘致に取り組んでいると承知しておりますみたいな、ちょっと引き気味っていうか、維新が大阪に誘致すべきではありませんかみたいなことを散々やっていて、となのになんかいきなり大阪の責任ではないとか言い出して、というのもいろいろ問題が起きちゃってきてるんですよね。どういうことかというと、大阪関西万博をめぐる新たな費用負担というのが増えてきたというのが目に見えて明らかになってきました。負担は国と大阪府市経済界で3等分するんですけれども、建設費だけ見ましても、最初に1250億円想定してたのが1850億円に増えたんですよね。で、この時吉村さんが増えたのはもうこれで最後と、一回きりやと吉村さんが言ってて、増えとるやないかと、早速へとりゃないかな、この2300億円にっていうのが今すごく問題になってるんですよ。大阪関西万博、世論調査8月末の段階ですけど、関心ないが 63%、 あるが 22%、 だいぶ関心ないやないか。この関西万博の予算膨張に納得できないが 64% と、世論調査10月1日のものですね。このように期待もしていない不満があるっていう状況になってきてて、それで維新のせいやないとか言ってるんですよ。で、財界もですね、これ難題だらけと、万博前売り300万枚を、経済界に割り当てるんですが、みんな嫌がってるんですよね。そりゃそうですよね。ほとんどの人が関心ないって言ってて、で、建設費はぶれ、納得いかんって言ってる中で、期限が売れるのかと、割り当てが示された会議ではたまりかねて、枚数の根拠を示してほしいという発言も飛び出したと、シャンシャンで進みがちな財界の会議では珍しい光景だと、非常にピンチに陥ってるわけなんですよ。そもそもこれ万博決まった時に、ジジイどもが狂気乱舞してるんですけど、これ2018年。覚えてます？私はもうこれ目に焼き付いて離れませんから。ジジイの狂気乱舞。これ、誰も責任を取らないのかこの人たちは。ってことですね。維新には実行する力があるって、これ、維新のホームページか YouTube のサムネなんですけど、やる言うとるやないか。大阪のせいやないってどういうことやねんって。こんなこともやってたわけですよ、この人たちは。橋本徹、吉村、松井市長か知事ですね。これは2020年。万博のことに関して、この3人がもう自慢げにトークしてたんですよ。ちょっと前までは。こんなこと言ってました。橋本徹さんが。松井さんが安倍さんにお酒を継ぎ倒して実現した。いや、大阪のせいちゃうんかと。松井一郎さん自体が総理に酒を注いで万博誘致を決定と回想って本まで出しているので、どないなってんねんと。まだまだあるんですよ。2025年万博基本構想検討会議という、役所の、議事録ですね。議事録で、誰が夢島って言ったかっていう、建設費上振れの原因
でもある夢島ですね。夢島は要は知事、当時松井知事の私案ということで、知事の思いということで、この場所でできないかということでお示しをした場所でございますっていう。だから今まではこの場所はあかんっていう話になってたけど、松井の思いつき私案で決まったということを議事録に書いてあるんですね。松井一郎さんのお手紙の中にも、自分が私案を作りました、私案を作りましたって言ってて、だから松井さんが夢島って言い出したんですね。これは間違いのないこと。もう一人犯人がいるんですよ。この人です。橋本徹さん。だから夢島に持ってったもう一人の先犯がいるわけですね。この人ですと。カジノを運営するのに夢島以上の適地はない。ということで、この夢島に万博を持っていくっていうことを、まあ、カジノと IR と抱き合わせにして、夢島だってご利用したのが、つまり橋本徹さんと松井当時知事というわけですよね。夢島で IR も協定が進んでいると。事業者が違約金もなしで撤退できる解除権っていう昔の、話で言ったら、不平等条約みたいなものですよね。アメリカに開国を迫られて不平等条約を交わされるかのごとくの大阪府がかなり一方的にカジノ事業者 MGM っていうアメリカの資本ですけど、一方的にちょっと都合悪くなったから、景気悪なったとか、土地も土壌も軟弱地盤、思ったより軟弱地盤だったとか、そのような事情でいつでも撤退できるっていう期間が3年間も伸びてしまって、まあそのような不平等条約の中で、吉村知事が突き進んでいるという状況です。有識者の方はもともと夢島っていうのを当たり前に反対してたんですよ。で、大阪府がでも成長を止めるな、夢島でカジノ万博だって言ってたことに対して、ずっと警鐘を鳴らしてきた方の資料をご紹介しておきたいと思います。維新のカジノ万博政策を取り直す立命館大学の森教授ですね。福祉建設分野の人手が不足しているのに、万博やカジノに労働力をつぎ込み、上下水道の改修工事に土木技術も人も費用もかかると、まあ、夢島ではそのようなインフラ整備までやってしまうんですね。もともとゴミの埋め立て島であったのに、このような工事までやると、夢島を急速に埋め立てようとする大阪府市の無駄を批判して維新を支持した人たちは、この矛盾についてどう考えているんでしょうかと。先ほどから二重行政の解消だと、無駄をなくして財源を捻出するんだっていうのが維新の、二重行政の解消、身を切る改革、それが、大阪の成長と言っていたものでしたが、何をやっとんねんと、その矛盾をどう考えているのか。まずは既存上下水道の整備とか、まあ、夢島以外で大阪市内、大阪府内でやらないといけないこといっぱいあるんですね。むしろそれを公共事業でやることで経済成長できるんだよっていうことをこのようにおっしゃってて、まずは既存上下水道の整備や高齢者が暮らしやすい街づくりなどの公衆衛生に力を入れると、それこそが大阪府、大阪市が取り得る経済政策なのですと、有識者の方はもうかねてからこのような当たり前の指摘をする中で、このような人たちがノリでね、プレサンスコーポレーションっていう、まあ、不動産業者のセミナーに橋本徹さんがしゃさり出てきて、このような夢島以上の敵地はない。だから不動産に投資したい皆さんっていうわけですよね。夢島を開発して、カジノを運営して不動産価格上がっていきますよ、みたいなことを言っている。だから夢島にをこの人が選定したわけですし、松井さんが思いつきというか試案という形で選定したのが夢島であると。まあ、結論付けますと、この馬場さんが大阪の責任ではないというふうにおっしゃいましたけども、これはやはりファクトチェックの結果、大阪のというか維新の責任であるということは明らかだということを申し上げたいと思います。まあね、IR のために万博をやると。万博という大きな看板の下でいろんなインフラを整えて、その後の IR につなげていくということはもう最初から分かってたことですもんね。でもう熱心に万博や万博やって言いまくってたのに、より金がかかるってなったら、大阪の問題ではないと言い出したと。むちゃくちゃやなあいつら。もともとからですけど本当にむちゃくちゃですよね。なるほど、まあ、もうぶっ倒すしかないんですよ、こういうやつらは。また出ましたね、はい、最近代表の決め台詞、はい、もうぶっ倒すしかないんですよ。本当にそうだと思います。